ジョシュア・トラビス・リドルは、アメリカ合衆国県タッキー州フランクリン群フランク、フォート出身のプロ野球選手、右ト左ヒ MLB のミネソタツインズ参加所属。2010年の MLB ドラフト35巡目で、ボストン・レッドソックスから指名されたが、契約せずに、ケンタッキー大学へ進学した。2013年の MLB ドラフト13巡目で、 マイアミマーリンズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 バタビアマックドックスでプロデビュー。59試合に出場して打率、243、2本類打、18打点、6盗塁を記録した。2014年は、A 級グリーンズボログラスホッパーズでプレーし、103試合に出場して打率、289本類打、60打点、 五盗塁を記録した。2015年は A 級ジュピター・ハンマー・ヘッズ、A 級ジャクソンビル・サンズ、トリプル A 級ニューオーリンズ・ゼファーズでプレーし、3球団合計で90試合に出場して打率。283、5本塁打、29打点、7盗塁を記録した。オフにはアリゾナ・フォールリーグに参加し、メサ・ソーラーソックスに所属した。2016年は、 a 級ジャクソンビルとトリプル a 級ニューオーリンズでプレイし百十六試合に出場して打率二百七十六四本塁打五十三打点六盗塁を記録したオフの十一月十八日にルールファイブドラフトでの流出を防ぐために四十人枠入りしたマイアミマーリンズ時代二千十七年は開幕をトリプル a 級ニューオーリンズベビーケークスで迎えたが四月九日に レギュラー遊劇種のアデーニー・エチェバリアの故障者リスト入りに伴いメジャー初昇格した。11日のアトランタ・ブレーブス戦でメジャーデビューすると翌12日の同カードではメジャー初安打を放った。4月16日のニューヨーク・メッツ戦ではメジャー初本塁打をサヨナラで飾った。エチェバリアが故障中及びタンパベイレーズへトレードされた後にはよく先発出場していたが、 7月25日に故障者リスト入りすると8月1日に左肩の手術を受けるため残りシーズンでの復帰は絶望となることが発表された2019年12月2日に DF となり同日中に FA となった2020年1月31日にピッツバーグパイレーツと単年契約を結んだレギュラーシーズン終了後の10月1日に ショーンポッペンの加入に伴ってディーフとなり5日に FA となった。2021年1月7日にミネソタツインズとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。4月14日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。4月29日にディーフとなり5月3日にマイナー契約で参加のトル a 級。 セントポールセインツへ配属された。ありがとうございます。